こんにちは、はじめまして、マジシャンの深夜です。人は誰かに何かを伝えるために様々なものを発明してきました。人の歴史はコミュニケーションの歴史でもあります。そのコミュニケーションの歴史の中で最も古い遠くの人へものを伝える方法、それがのろしです。のろしの次にやがて人は文字を開発します。その文字を紙に残して伝える手段、それが本です。本の次に人は空間を切り取って残そうと考えました。それが写真です。今ではビデオや携帯、写真など様々な伝える手段があります。それでは未来には一体どんな伝える手段があるのか。例えば、人を転送させるのは難しいかもしれませんが、動物くらいだったら転送させることができるようになるかもしれませんね。また過去とコミュニケーションすることだってできるかもしれません。牛乳を早送りしてやってチーズにしてやって手に入れることができるかもしれませんし、自分で冷凍品を取ってお医者さんに送ることができるようになるかもしれません。また人の頭の中を覗きながらコミュニケーションをすることだって普通の世の中になっているかもしれませんね。ショッピングは今でも普通にできますが、もしかしたら試着ができるようになるかもしれません。あ、これいいですね。また ATM がなくても自分でお金を下ろせるようになるかもしれません。 You've got mail。 失礼、メールが届いたようです。彼の名前はダイゴ。彼の得意技はフォーク曲げ。テレビでも最近活躍しているので知ってる人も多いかもしれませんね。彼の手にかかればフォークもこのように曲がってしまいます。ほらね、すごいでしょ。ありがとうダイゴ。今でも人に物を伝える手段はたくさんあります。それでも人は新しいものをどんどん発明します。なぜか、それは新しい伝え方が生まれると新しい画像が生まれると。僕もこいつを使って何ができるかどんどん入れて試してみて。